で、この、表記してる、文章の動画、ホームページ、淡井健介の履歴の1番から見れますから、タイトルのところ、これをこの同じ内容のところをアクセスしてもらったら、まあ、わかると思うんですけども、金属板外して、そしたらすぐにね、春山整骨院とかに人が集まってこようとする。だから、こいつらは、だから、もともと2000年ぐらいに春山整骨院が、出入り禁止になって、入り口のところに、木の板、まあバッテンで、長さ2メートルぐらいの木の板、厚みが10センチぐらい、結構分厚いもの。で、誰も入れんようにして、もちろん裁判所の判決ありで。で、その後、これまあ大丈夫かなと思っていたら、その後、秀和株式会社で、まあ、2000年頃から働き始めて、で、1月に340時間以上働かされて、年末の頃など、370時間以上。で、実質はまあ多分400時間ぐらいだったと思います。で、田中真紀子元国会議員などが来ていて、春山整骨院で働いていたでしょう。で、道路族で、親の田中角栄という人間が総理で捕まってるんですよ。ロッキード事件でね。で、つまり建設業界側で議員でスポーツ業界側の人間が淡井圭介を殺そうとしていたんだと思いますと。で、これが、どこからどこまでがね、分かっていて、そういうふうなことをしていたのかっていう部分とかもあると思うんですけども、ただもう、春山整骨院にこれだけ集まってきてる人間は、もう絶対そうだと思いますよ。あとは精神病院行きにさせて隠蔽しようとしていた。これが自民党の実態。だから母親が殺されたのが2019年、睡眠不足にさせられて、ね、音とかで。で、人間が車のドアとかで朝の4時から早い時は来ていた。代わる代わる、いろんな人間で。本当に。で、夜中は春山整骨院が人が出入りしてるのが0時00。で、裁判所へ早くこの件解決させてくれなかったら、睡眠時間、それで変にさせられてるような気もしますね。で、春山整骨院が閉まってた年末はよく眠れてる。睡眠薬なしでも、スポーツもないから、1日7時間ぐらい寝れてる。書いてる文章を一時停止してもらって読んでもらったら分かります。これ多分ね、タンクローリー、その秀和株式会社、もともと、そのエネルギーの残存量問題でね、効率よく、灯油を販売すると、エネルギーの消費に対してですよ。一軒一軒車に乗ってね、ガソリンスタンドに、灯油買いに行かれたりしたら、すごくガソリンが消費されるでしょう。それだったらタンクローリーで、家順番に回っていったらいいと。まあ、そういう発想なんですよ。秀和株式会社の。エネルギーの残存量問題。そこで働かされていた人間が、殺し合いをさせられていた。殺し合いをさせられていた。まあまあ、そういうような言い方でいいと思いますよ。別に従業員同士で殺し合おうとしてるんじゃなくて、まあ一部的に見るとそう見えるでしょうね。もう週5日でも、居眠り運転って正直ありました。それでも1月の労働時間280時間ぐらいでしたから、もう一人暮らしの人とか、家帰って、食事とか洗濯とか、そういったことまで時間かかるから、週5日、まあ、現場でね、その21時まで巡回してたのがまず異常で、20時までだったんだと思いますよ。これ何回も昔から言ってるんですけども。で、警察官の人間が上として、店長として働きに来てたり、課長として働きに来てたんですけども、もう医療業界側の人間はもう完全に隠蔽側なんですよ。そうじゃない人間は、淡井圭介との罹患の刑によって、もともとを辿っていたら、特別仲は悪かったわけでもないし、いかがわしい業界の人間でもなかった。で、まだ若手の警察官だったから、上の方の、だから1956年売春防止法出来上がったの、上の方に、とんでもない悪党がめちゃくちゃたくさん存在する。だからワンピースっていう漫画が作られていて、主人公は海賊側、政府に反する側になってる。そういう人間がいなかったら、良い世の中は作れないから。なぜなら自民党が高速道路をずっと作り続けていた。
で、田中角栄が捕まった意味、あんまり意味ないじゃないっていうことになるんですよ。その後、政党交付金が できているから。だから三振党以内の請求とかで、責任問題で、国会議員の者たちや、各、知事、市長が、三振党以内の請求で、ね、生活保護者になって、働かなければならないという形になったとしても、手元に残る金額、これ結構大きいんですよ。本当に。びっくりしますよ。で、一月ね、例えば、12万ぐらい稼いだら、手元に、まあ、だいたい2万円ぐらい残るんですけども、ちょっと待ってくださいね。僕のホームページ、淡井圭介の履歴で、こういう欄のところから、アクセスしてもらって、生活保護者のね、表、働いた時の手元にいくらお金が残るかの表があるんですけども、それがね、手元に残るお金のところまで差し押さえられるべきなのかどうなのかっていうところでね、あんまり、無理な状況も無理だとは思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。表はこの欄のどこかにあったと思うんですけど、これですね。ちょっと横向きで申し訳ないんですけども、パソコンも縦にしますね。この方がわかりやすいでしょうから。見ますかね。収入金額っていうのは左上に書かれていて、1人目、2人目以降って書かれてるでしょう。これ家族の数なんですよ。生活保護者の。でこれで、これから先、これだけになってしまってたか。これから先もっと大きい金額があるんですよ。30万円以上とか。だから、じゃあ、実際のところ、総理とかだったら、月給が200万超えてるでしょ。じゃあ、手元に一体いくら、あった。だ手元に一体いくら残るんだという話になってくるんですけども、だからまあこの欄でいくとね、まあ22万7000から23万円ちょっとで手元に残るのが、3万6400円とかね。これね、もっと先の表とかもあるはずなんですよ。ちょっと待ってくださいね。だからこれ、だから多分総理とかの月給だったら200万円以上あるでしょう。で、ボーナスとかいろいろあるから、賞与。だから、ちょっと待ってくださいね。この表は、ごめんなさいね。ちょっとここの左側のところがよく見えてないから、3万2000のその隣がいくらなのかちょっとよくわからない。だからね、まあ、こういうふうに金額はね、こういうふうに、まあ、上から見た方がわかりやすいと思うんですけども、収入が上がっていくと金額が大きくなっていくんですよ。じゃあ、200万円もあったら、これ、ね、住宅扶助は別にあって、その住宅用のね、お金、4万いくら神戸市だったら、出ます。だからそれで家のローンの返済も当てれるでしょ。で、手元に残る部分とかで、多分総理とかだったら、普通の一軒家は余裕で、返済できるでしょうね。で、あと生活保護費。あと、だから、その一律10万円の支給になってましたけども、ちゃんと全員がね、議員さん、各議員さん、知事、市長も含めて、地方議員の人たちも、ちゃんと生活保護者でいるんだったら、それ理解できるんですけども、収入が大きすぎるんですよ、どう考えても。神戸市長でも年収2000万超えですからね。でしょ？大きすぎるでしょ？で、実際何やらせていたかって言ったら、自分たちのその悪事っていうのを隠蔽しようとしていて、ああいうふうな金属の板とか、だから水なんかもともとほとんどないから。他の町も。で、ああいうふうな金属の板もいらない。で、道路交通法で、5分、重停車。
で、交差点5メートル以内に車止めちゃダメだから、でもう本当はもう15メートルだと思っておいた方がいい。交差点の5メートルの範囲なんかに、5メートルからちょっと離れたところに車止めていても危険やから。もう事故発生したらそれなりの過失割合出てくるから。相手がしっかりした人だったら。そのための任意保険。事故が発生したら必ず警察官を呼んで事故証明を、作ってもらうこと。で、それによって、その事故証明をもとに過失割合とか、出てくるから。もう本当に殺してしまった後、国会とかで、涙流しながら本当に死んでるんですよっていう話とかは、国会で出た人は多分物事の、真実っていうものを知った人たち、淡井圭介のことを言ってるかどうか分かんないですよ。タンクローリーとかに乗せて長時間労働させてた連中、そしてそれを指示出した連中がどこの誰かっていうところが、これね、しっかり調査しなかったらもうこれ多分殺して隠蔽しようとしてたんだと思いますよ。だから淡井圭介の場合、世界中の政府上層部の人間に、知れ渡ってる存在でしょう。ということは、その人間を殺してしまえば、何でもありにできるだとか、もう、だからもう行政の発表してる人口統計からしてもうめちゃくちゃだから、世界中の本当の人口20億人ぐらいだと思われますね。表記してる人口の大体3分の1か4分の1。もうこれぐらいで考えておいたらいいです。さっきも言いました。先ほどのね、動画見たら、その動画の中で、状況を言ってるんですけども、だから日本の政府上層部しながら中国の政府上層部をしてる人間もいるんですよ。だから、朝鮮半島と台湾と満州国という形で、一時期併合してましたから、日本が。だから、それによって、そういうふうな仕組みが出来上がってしまってるんですね。その母国の言語の喋れる人が間入らなかったら、正直なかなか会話にならないでしょう。全部が全部、これね、テレビ局のアナウンサーの人間とかも、アメリカ行って、で、これ結論なんですけども、ちょっとやそっと英語喋れる人間が法律の世界まで首突っ込んでね、アメリカの法律。それを全部英語で話できるか翻訳できるかって言ったらこれ無理だということにこれ結論ついてるんですよ。ハードルが高すぎると。だから、まあね、日々こうやってホームページにこう上げてる内容とか、僕の言ってる内容とかは、誰によって阻害されていたかっていうところ、これしっかり調査した方がいい。で、その警察官は誰にどう言われてそういうふうにしていたかっていうことを調査した方がいい。で、ここまではっきり分かっていたら、もうその人間たちは多分、故意に、意図的に、しているっていうことになってきます。隠蔽を。殺し合いさせていたのがバレるっていうことで。で、その中に、警察官のせいにしてしまおうっていう若手のね、若手の警察官。この絵に書いてる内容とかも全部本当だから、みんなこれ一回しか見た方がいい。想像以上にこの世の中もうめちゃくちゃになってるから。テレビ局のその報道関係で昔のね、事件とかをいろいろ内容変えたりとかして放送してるから。むちゃくちゃそれでなぜ捕まらないのも話になる。誰がどう考えても。だから老人を連れ去り介護までして金稼ぎをしたかった連中もそれ昔ちゃんと連れ去り介護っていうことになってるから。だから裁判所の判例に背いた即逮捕やで。誰に何言われた、誰にそそのかされて最初みんな思い出し、春山整骨院なんか最初みんな入る気なかったはずやで。誰に何って言われて春山整骨院に入った、僕は誘ってないよ、常に言ってるよ、来るなって。自分の仲間とかの中で、その仲間だと思われてた人間が、その蹴落とすために、ね、その春山整骨院と関わらせようとしていたっていう線は、これはかなり濃厚でしょうね。
全員しっかりと思い出した方がいい。それでもまだ晴山整骨院を出入りしてる人間がいたとするのであれば、もうそいつらはもう開き直ってる。徹底的に悪いことして、人の命なんかどうでもいい。とにかく金稼ぎしてやろう。そういう連中。でまあ、この時間帯だからまた春の生活に来ている連中がこちらに挑発行為と出てくる可能性があるから、まあ、これから先のところは、まあ、あんまり、まあ、説明欄のところに、何時頃文句言ってきてるとか、これね、撮影してなかったら悪いことをしたがるんですよ、挑発行為を。春の生活に来ている連中がね。だそいつらと組んじゃダメ、絶対に。多分もともと巨人だと思いますよ。こういう無茶苦茶な方法で、優勝していたの。だから人殺して勝っていた可能性が、本当に。もともとエロ業界の総合算も東京だから、1956年に売春防止法が出来上がって、捕まる、政府高官の人間とかが、議員とかも含めて、ものすごい数いたんだと思いますよ。スポーツ業界も含めて。もうみんな、もう日本が嫌になるっていうぐらい日本人が。で、ね、他の国も同じ状況だったんだと思いますよ。もうそれだけでも少子化になる。もう精神病院なんかいらいな、もう民事でお金で終わらせない、まあ、警察の方も罰金刑だけども、もうちゃんとそれを法廷に出した方がいい。で、なぜそういうことを何度も繰り返すんだっていうところと、あとその法廷と、中で喋ってる内容とかね、判決の書類とか、それ世間に公開した方がいい。それが本物のテレビのニュースだから。ちょっと録画した状態にしておきます、ね。で、昼ご飯まだ食べてないです。これ、今度18時から阪神タイガースの試合があるから、ご飯食べるタイミングってもう絶対限られてくるんですね。昨日は昼ご飯食べてなかったんですよ。で、だけども、おならが出てきてたんですよ。まあ、最近そこそこ、筋トレとかしてるから、まあ、例えば今日だったら、懸垂合計で15回、2本の、棒があって、そこに、こう、両腕で、その棒の上に手を置くような形で、上下上げ下げ、それも15回。だからまあちょっと筋肉はついてきているんですけども、あとまあ筋トレとかして。で、だから警察官なのか裁判官なのか、その撮影者はダメだって言った人間、議員なのか、もうそれ世間にさらすしかない。もう他の人たちの場合は別だと思うけども、その淡井圭介の場合は、事情が特殊なのと、あと金属の板とかこう撮影して、あとそれプラスで説明で言ってる、あれぐらいの言い方で言った方がいい。そうじゃなかったら、自分たちが何に関わってるのか、誰に何を言われて、どういうふうにしてるのか、もう髪の毛染めてる人間信用しなかったらいい。もともと不良化してるから。で、ただし、コンピューターグラフィックがあるから、テレビ見ただけじゃわからない。現場見に行かなきゃわかんない。これが本当。で、入れ墨が浮き上がってる選手は、格闘技を併用してしてたんじゃないですか。その稼ぎ云々のところでね。だから、ボクシングの団体に関しても、これ人口本当は減ってきてるはずだから、日本の場合だと1億2000万人っていう数字も朝鮮半島と満州国と台湾を併合していた時期であって、僕は生まれてくる前から少子化は始まっているのであって、その範囲でね、生まれてきている人の数は日本の国境内でいうと、男性女性多分10万人ずつを下回ってるでしょうね。その大きな原因が精神病院へ入院させて隠蔽してしまおうとしている勢力の人間と、あと精神病院が存在することによって、家族が自発的に精神病院に連れて行ってしまう件。だから精神病院に入院していて、その、
本当に頑張って、東大目指してた子がね、入院させられていて、で、親が両親とも教師なんですよ。で、一浪していて、で、その親は、もう、近くの、大学でいいから、その大学に行きなさいっていうことだったんですけども、まあ、それはそれで、そういうふうにしたらいいだけであって、精神病院に入院させるような内容じゃない。で、一応まあ、僕はその彼に、いや、東大っていうのは、東京に大学があるだけで、東大っていうだけで、まあ、地方の大学行ってりゃいいんだよって、そんなに大学行きたいんだったら、っていうことは、まあ、説明しました。あと、行くんだったら法制とか、法律に関することに関しては本当に難しいから、法制とか行くんだったらわかると。で、各地方、自分の地元のところに原発とか作ったりとか、それを扱う従業員になるんだったら、東大のその原発関係のところの科目のところに行くんだったら理解ができると。まあ、原発の件に関してはそのものには言わなかったんですけども、まあ、徐々どう考えても法律身につけなかったら、自分が騙される側とかになってしまいますから、だから、先に法律を身につけて、本当の人口とかの実態。だから、ボクシングに関しての4団体チャンピオンっていうのも、本当はもうボクシングの団体自体を合併させたらいいんじゃないですか。いくつか。で、一つはアマチュアの団体のチャンピオンっていうことになってるんですよ。4団体って。僕の調べではそうなんですよ。で、まあ、ボクシング界のチャンピオンも同じことを言ってるんで、多分それで合ってると思います。いや、だからオリンピックの金メダリストの、世界チャンピオンと、じゃプロボクシングのチャンピオンと、そのルールに照らし合わせたとき、どちらが本当に強いのかっていうことになってくるじゃないですか。だから、ヘッドギアつけていたりとか、3ラウンドで終了したりとかで、性質が全然違うんですよ。スタミナの問題でね。12ラウンドと3ラウンドじゃ全然変わってきますから。で、スポーツ振興法と、オリンピックに関する法律とかも全部撤廃して、で、それによって、あとは商用原理でね、あとはどういうふうな形になるのか、完全に廃業になるのかっていう形に世界中でしなければならない。だからもしかしたら、これ、中小企業への助成金、最大600万円って、これボクシング業界とか娯楽の世界に入ってます？娯楽の世界に入ってるんだったら、それはやっぱり話おかしいっていうことになりますね。もう絶対消費税上がっていってしまいますから、無駄なところは全てなくさなければならない。入るわって外で今笑ってる連中、こっちの殻の中に変なもの入れてきようから。違うよ、撮影していいんだよ、世間に公開していいことになってるよ、昔もそういう話になってるから、そちらの建物解体されてるやろな、負けって大きな声言ってる。2003年には建物解体されてるから、裁判所の判例に背いたら即逮捕や。もともと住宅密集地で商売なんか開いたらあかんから。で、それ分かっていながらずっと放置してるのがこの世の中。だから、ここから先にはこの話絶対何かある。春山整骨院を解体しない連中。その殺人の件に関して、春山整骨院に集まってきた人間が組織化していて、無理やり寝ささんようにしていたと。これが実態であると。で、そこは何があったかって言ったらスポーツの勝ち負けなんだけども、もう海外にスポーツをしに行っちゃダメっていうことに、決定していたはずなのに、そこを、ずっとまだ続けようとする。昨日の報道ステーションでも、何かね、誰それが海外との契約はどうこうっていう話、あと、佐々木麟太郎っていう選手って昔も見かけませんでした。本当に今、アメリカの大学生ですか？これね、対象者がたくさんいると、もう誰が誰で、どういうふうな経緯だったかとか、全部わからなくなるんですよ。高校通算140本塁打ってなんかおかしくないですか？でしょ？それまでの記録の高校通算本塁打の記録、
100本超えなんかまずなかった、昔は。人口ずっと減ってる。毎日練習試合をしていて、高校通算の本塁打数を増やしたのか、なんだと思います？いやいや、それで合ってるっていう意見も出てきてるんですけども、それも証拠見なかったら分かんないんですよ。いや、ただ、もともと100本もなかったものが、140本も打ってるんだったら、練習試合たくさんしてるんだったら、エネルギーの消費たくさんしてるから、流刑、海外行きっていう話になるんですけども、それ違う。本人も本当の話聞いたら、多分彼が涙流していたところは、本当の話を知ったからでしょ。だからそれで海外行って、さらに野球してたら、余計エネルギーの消費につながるから、そこはもう自制しますで、プロのドラフト会議を待ちますとか、入団テストを受けますとか、本当に野球で稼ぎたいんだったら。そういう話になるはずなんですけども、昔もいたかもしれない。佐々木麟太郎っていう名前の人。わからない。もうテレビの放送の仕方がこれだけめちゃくちゃだったら、翼党っていう人たちも、あの人たちだいぶ昔の人でしょ。10年ぐらい前なのか、何十年前なのか。ここ近年の人間ですか？ね、もう世の中もうみんなもう本当にめちゃくちゃなことになってるから、ほったらかし、何もかも。これ本当に急にエネルギー、輸入止まって終わりますよ。本当に。石油とガス。僕みたいに本当のこと言うことが、本当のこと言う人がいなくなったら。だからテレビ局を2社2社合併して、夜中と明け方の番組なくして、で、もう髪の毛染めてる人間とかも辞めさせて、従業員、他も含めて、出演者じゃない人間も含めてですよ。もう無理だから、そういう風な人間。真面目に働こうとする、その、自分たちのその、服装とか身だしなみとか、すらまともにしようとしない人間は、まずスタートラインで、本当のこと言うと、真面目に、学校通ってる高校生に負けてるんですよ。けど、社会出たらみんな自由を勘違いして、不真面目になるでしょう。髪の毛染め始めて、不良化して。で、多分その原因っていうのは、電波とコンピューターの影響も多分ある程度受けてる。で、テレビ局のその報道自体がめちゃくちゃだっていうことを分かって、もう何でもいいやっていう形になってしまって、海洋基本法違反だって言われていても髪の毛を染めてしまう。だから、神戸市のね、阪神淡路大震災が発生した1月17日の、モニュメントというか、どう言ったらいいんですか、追悼式、そうそう、追悼式、やっぱり日本語で言った方がいい、追悼式って言った方が、しっくりくる。追悼式で来てるテレビ局の関係者の人間、ほとんどが髪の毛染めていて、黒い服着てる。ヤンキー化していて、白黒をはっきりつけるで言うと、黒着てるから、悪者。一応、裁判所で裁判官が黒い服着てるのは、原告の怒りを代わりに裁判官が怒ってくれる。だから一応、まあ僕の方で進めていた裁判ね、まあこれだけの目に遭ってますから、まあ自分でできるだけ自分を自制しようと思いますけども、被告側の席に向かってもう怒って言ってもいいですかということを聞いたときに法廷で裁判官はしっかりと認めますっていうことを言ってるんですけども、まあ裁判官の人の方に、まあ本当の淡井圭介がどれぐらいの嫌がらせをされていたかのことについての一部がいろいろまあ聞こえてきて、もう裁判官の方がもう我慢の限界来て、いい加減あなたたちがその人から離れなさいっていうことで法廷でものすごい声で、大声で怒鳴ってと。まあそういうような状況がありました。黒切ることによって、まあ、言葉でも書記官の人と話していて、まあ、自分たちの方で、その内容を聞くとか、そういうふうな形になって聞いたら聞いたで、やっぱりなかなか耐えれるような状況じゃないと思いますよ。やりすぎであると。
で、それもごくほんの一部なんですよ。僕の人生でこう思ってきた被害のね。だスポーツ業界側だった人間が議員になっちゃダメなんですよ。本当に。で、晴山整骨院と組んでいて、建設業界に仕事を回していた、スポーツ業界の人間が建設業界に来るから。で、ただし建設業界をよく見てみると、もう結構なご老人の人たち多いですよ。な、もう、正式なあのルール通り、65歳になったらもう引退してもらわなかったら無理ですよ。今度若い人たちに仕事が回らなくなる、ある程度の雇い入れがある、それによって余計な工事を増やそうとする、で、エネルギーを消費される。まあ、もうそれぐらいの年齢になったらもう適当に体鍛えたいんだったら自分で筋トレして、で、適当にあのゲームでもしといてて、それで整合性合うと思うんですよ。一応我が天下とか我が天下戦国武将は無料でも遊べますから、ただしなかなか勝てないですよ。まあ、それはストレスになるんだったらやめたらいいでしょうし、何か自分で何か探すとかね。今だったら YouTube があるから、一応僕のホームページからいろんな曲にアクセスできるようにしています。だいぶ、クオリティが高いか高くないかで、選んでるつもりなんですけども、曲名とか皆さん分からなくなるでしょう。検索ワード、まあ、僕のホームページから見たら65番から70番の間で淡井圭介の、淡井圭介って書いてない、日本の男性バンドマンでしたっけね、まあ、なぜベスト100、あと女性の、そこを見るだけでも良い曲をたくさん巡り合えるのと、あとそういう曲があったの知らなかったになると思いますよ。特に若い人たちは、あ、昔こんなにすごい曲があったんだって。使ってる音源の数、今みたいにあのパソコンとか普及してない時代でしたから、その頃、昔の頃の時代っていうのは、ノート型パソコンっていうものがまだ珍しくて、1980年代は、ブラウン管型のパソコンだったんですよ。で、性能も高くない。で、ノート型パソコンが登場したのが、まあ、バイオとかそういう風な内容のものなんですけども、性能の高いものは高かったですね、実は当時。28万とか、29万とか。消費税込みの価格で途中からこう表記しなきゃならない形になったんですけども、税込み価格とそうじゃない価格。それまで消費税に関しての要求の仕方